はい、皆さんこんにちは、感じるスピリチュアのしゅうさんです。今日はね、台湾の呼吸博物院のご紹介をしていきたいと思います。台湾の、呼吸博物院は、世界のね、4大、美術館の、一つなんですけども、すごいね、美術品のね、品揃えがいいのでも有名です。ここはいろいろ事情あるんですけど、中国からね、台湾まで、中国のね、歴代のお宝が、今ね、台湾にあって、それがね、故宮博物院で、公開されています。はい。でね、美術品にもね、エネルギーがね、含まれてるんですよ。気がね、あるんですよ。で、それをね、今回はね、クイズ形式でやっていきたいと思います。はい。じゃあまず簡単にね、有名なね、美術品を紹介していきたいと思います。まずね、ここが故宮博物院ですね。はい。で、これが有名な、白菜のね、天然石でできた白菜の置物です。はい。翡翠でできてますね。硬い翡翠、ジェダイトですね。はい。なかなかエネルギーもいいですね。あとこれがね、象牙で作った、彫刻ですね。これ中までね、彫刻されてるんですよね。100年ぐらいかかったそうです、親子3代。これ見てたらね、眉間のね、チャクラが反応すると思います。少しね、邪気はあるんですけども、一生懸命やるとね、眉間のチャクラが覚醒化するんですけど、それがね、見てるだけで伝わるという感じですね。はい。じゃあね、今からね、クイズ形式で、エネルギーを感じてもらいたいと思います。はい。2択なんですけども、2つね、美術品を紹介して、どちらがね、エネルギーがいいのか、それをね、感じてみてください。まずはね、仏像からやっていきましょう。こちらとね、こちらね、どのようにね、感じるでしょうか。どっちがね、エネルギーとがいいと思うでしょうか。はい、こちらとこちら、呼吸のしやすさとかね、チャクラを感じる人はチャクラで感じてみてください。正解はね、こちらですね。はい。やっぱね、チャクラが反応するの、結構ね、手足がジンジンしますね。じゃあ次はね、書道、書のね、エネルギーを感じてもらいたいと思います。はい、こちらとね、こちら、どのようにね、感じるでしょうか。どっちがね、呼吸がしやすいか、判別してみてください。体とかね、チャクラとかで感じられる人は、それもね、感じてみてください。正解はね、こちらですね。皇帝拳という人のね、書ですね。書もなかなかね、綺麗で、どちらかというと眉間のチャクラですね。それに感じ、あと体のパワフルさみたいなのを感じますね。あとこの人の作品も、ちょっといいですね。皇帝拳の方がエネルギーいいですけど。はい、どうだったでしょうかね。書にもね、エネルギーが出る。前、御朱印編でね、御朱印からもエネルギーが出るっていう、のをお伝えしたんですけど、今回はね、書を書いてると、書を書いてる人のエネルギーが、入っちゃうっていうね、ことなんですね。これは何でかっていうと、墨っていうのは、その硯と、水で作るじゃないですか。水はね、エネルギー吸収しやすいんで、その書いてる人のエネルギーがね、書にね、こもっちゃうんですよね。はい。で、どういう人だったかとかね、いうのがわかるんですよね。はい。皇帝拳という人は結構ね、頭が良さそうな人。やっぱ書でね、結構努力してきた人なんだなっていうのをこう、感じましたね。次はね、青銅器ですね。青銅器。中国ではね、その青銅器。有名なのが三本足のね、帝っていうものなんですけれども、青銅器がね、その富と権力の象徴だったり、するんですけど、それにもね、実はね、エネルギーが入っているものがあるんですね。それを比較してね、感じてもらいたいと思います。はい、青銅器ですね。ちょっとね、目とかついて、結構ね、呪術的な感じがしますね。はい。複雑な文様があってね、結構ね、それだけで表現的には結構力強かったりしますね。はい。どちらがね、エネルギーあるでしょうか。正解はね、こちらですね。何かの儀式に使ってるような感覚が、ありますね。次はね、翡翠ですね。中国では玉って言って、翡翠を結構ね、珍重する文化があるんですけども、
そのねエネルギーを感じてもらいたいと思います。はい、前のね白菜のあの置物っていうのは、硬い方の翡翠ですね、次はね、柔らかい方の翡翠ネフライトのエネルギーをね感じてもらいたいと思います。はい、こちらですね。あと比較するのはこちらですね。はい、どれもね紀元前1000年ぐらいのものだったと思いますね、確かね。はい、どちらがねエネルギー感じるでしょうか。はい、正解はね、こちらですね。はい、なかなかねパワフルなエネルギーですね。次は宝石とかねパワーストーンを使った、美術品を感じてもらいたいと思います。こんな感じでね、宝石がね散りばめられてますね。これはのトルコ石ね、ターコイズが使われてますね。周りはサンゴですね。これいろんな宝石が使われてますね。どっちがねエネルギーいいと感じるでしょうか。はい、正解はねこっちですね。はい、なかなかねエネルギーがありますね。これ実はね、チベットのダライラマ、ちょっと何世か忘れたんですけども、その方から、中国にね献上されたものだそうです。このね置物ね絶対ね何か、してますね。かなりのエネルギーですね。おそらくね、故郷博物館で一番のねエネルギーがある品だと思いました。はい、全然ね有名じゃないんですけどね。じゃあね、いろんな美術品見てもらいましょう。こんな感じで結構ねパワーストーン関連のね、美術品がね結構多かったりしましたね。これね注意してもらいたいのが、機械で作ってないんですね。全部ね、手とかで作ってるものですね。はい、あとこんな感じでね、竜のねモチーフにした美術品も結構多かったりしますね。はい、もう本当ね国宝級のねものがねもうゴロゴロしててね、結構美術好きなんですけども、見ててねすごく楽しかったですね。これがねやっぱねエネルギーねあるんですよね。はい、かなりのねエネルギーで、まあこういうねエネルギーが残ってること自体がね結構貴重なことだと思います。はい、どうだったでしょうかね、エネルギーね、感じたでしょうか。そしてね正解したでしょうか。結構ねまあ分かりやすいものを集めたつもりなんですけども、当然ねもっとねいろんな美術品があると思うし、まあ展示会みたいなの多分あると思うんで、またね機会があれば行ってみたいですね。ぜひね、行ってみてください。これでね台湾編最後になるんですけども、どうだったでしょうかね。なかなかね台湾面白かったですね。台湾とね中国全然ね違うんでね、あと台湾人と中国人も全然違いますし、やっぱね本当の親日国っていうのはね台湾だと私は思いますね。はい、みんなねすごい優しいし、日本語喋る人とかもね、結構います。英語もね結構簡単な英語でもね通じるので、なかなかね行きやすい国だと思います。はい、どうだったでしょうかね、エネルギーね感じたでしょうか。この動画いいなと思ったらグッドボタン、エネルギーね感じたという方がいたらねグッドボタン、チャンネル登録よかったらお願いいたします。あの動画もありますし、質問感想要望はコメント、あとはねこの動画のシェアもよかったらお願いいたします。で以上になります。ありがとうございました。